はい、こんにちは。ブルーホースです。さて、ハーバード心理学も8日目に入ってまいりました。今日乗り切れば、明日から3連休。新成人の皆さん、ちょっと早いですが、おめでとうございます。ということで、早速8日目に入ってまいりましょう。今日のテーマはこちらですね。バンと。全てをシンプルにしていきましょうということで、どういうことかというと、はい、本日のゴールに関して先にお伝えをするとですね、生活を簡素化していきましょうということです。日々時間に追われるっていうのも皆さん仕方ないと思うんですよね。これはもう大人子供関係なしに、やっぱり仕事とか勉強とか家事育児とかっていうのにいろいろとこう追われると思うんですよ。で、何かに追われるっていう感覚があると、実はうつ病を引き起こす原因になるっていうことなんか言われたりするんですね。うん、でさっき言ったような仕事とか勉強の他にも、時間のこととか、それからお金大丈夫かな、生活できるかなとか、それから、仕事に関してだったら納期、学校の宿題だったら提出期限とかっていうことですね、などなどっていうものが、まあ、果たしてこれって間に合うのかっていうことがやっぱり追われてしまうと、まあ、うつ病を引き起こす原因なんかになるんですよってことが言われてるんですね。はい。で、じゃあ実際に1日の行動を円グラフに表してみると、平均的にどんな感じになるのっていうと、こんな感じなんですね。はい。実は多くの人が勉強とか仕事といったしなければならないっていうことで溢れてたっていうことなんですよね。で、これが仕事とか勉強とか、それから家事とかって、ただやっぱり心穏やかにかつ生活を充実させていくためには、しなければならないことの比率を下げるだけではなくって、プラスアルファでしなくてもいいということの比率も見てみることっていうのが大事ですねっていうことなんですね。で、しなくていいことっていうのは、まあ、分かっちゃいるけどやめられないっていうことが多分あると思うんですよ。例えばスマホを見るとか、そうね、テレビをダラダラ見るとか、まあ、こういったものが多く含まれているんじゃないかなと思うんですよね。で、そういったそのしなくてもいいことを分かっちゃいるけどやめられないっていう状況っていうのは、実は罪悪感を覚えながらやっている人が多いということなんですね。で、これをこのまま続けててもいいんだろうかっていう、その背徳感とかっていうことっていうのは、結局時間に追われている感覚と同じになりますんで、冒頭説明をしたような、うつ病を引き起こす原因、まあ、うつ病にならなかったとしても結果的に精神的には良くない状態が続いてしまいますよということなので、ここ気をつけなくちゃいけないということなんですね。じゃあ本日のワークは一体何かっていうと、改めてなんですが、1日のタイムスケジュールっていうのを書き出してみましょうということです。まあ、せっかくですね、今日で一旦その、例えば、仕事をされている方とか学校に行かれている方に関しては3連休に入りますので、まあ、できれば本当は平日のスケジュールを書き出すっていうのがいいんですが、まあ、ちょっとそのウォーミングアップっていうのを休日使いながらやってみるのもいいかなというふうには思います。で、これはですね、朝起きてから寝るまでの1日っていうのを円グラフにしてみましょうということです。で、目安は1週間くらい。なので3連休を挟んで平日4日間通して、皆さんの1日のタイムスケジュールは一体何なのかなっていうことをぜひ書き出してみてください。で、あなたが1日を過ごしていく中で、本当にやらなきゃいけないことって何？っていうことをぜひ自問自答していただきたいんですね。で、本当はしなくてもいいことっていうのを、実は人のせいにしたりとか、会社といった何かのせいにしてやり続けていることはないかっていうのをあぶり出してみてほしいんですよ。人から頼まれたからとか、会社がこう言ってるからやらなくちゃいけないとか、学校の先生がああ言うから、親がこう言うからっていうことを、実は本当は自分の差し加減で何とかできるものがあるのに、何かのせいにしてることはないっていうことをあぶり出していくということになります。例えばね、資料を作るとか、メールを確認する、打つとか、打ち合わせするとか、テレビやスマホをダラダラ見るとか、ね、人に任せられることを自分でやっているとか、あるいは、ね、年末大掃除をしたばかりなのでまだ大丈夫かと思うんですけど、とは言いながら掃除をしだしたら変なこだわりで隅々までやってしまうと、なんかね、窓の差しのところの溝のところにあるホコリがちょっとでもあったら、あーってやって綿棒かなんかでこう吸い合って水で濡らしてくっつけてやったりとか、そんなことにこだわってやってませんかと、ね、まあ、気持ちはわからんでもないですけどね、僕もこだわっちゃうタイプなので、で、こういったものをあぶり出していくと、実は結構無駄なことやったり、それから削っても問題ないっていうことに、時間を割いてしまっているっていうことに気づくことになるんですね。で、それらの時間を
実際削ることさえできれば本当に自分のやりたいことに時間を使うことができるようになったりするんですよ。皆さんが例えばやりたいこと、映画が見たいとか、スポーツやりたいとか、ガーデニングもいいよねとか、旅行に行きたいとか、副業始めてちょっとでもお金を稼ぎたいとか、料理したりとか、お子さんがいる方は子供と遊ぶとかっていうような形ですね。なので1日のタイムスケジュールっていうものをあぶり出していって、やらなくてもいいこととか、やらなくちゃいけないことっていうものをいかにうまく削っていくことによって、本当に自分がやりたいと思っていることっていうのを入れ込む隙間がどこにあるかっていうのをやって作っていきましょうというのが本日のワークになります。その前段階でまずは自分が一日どう過ごしているのかっていうのを把握しない限りには、やりたいことを入れ込む時間っていうのを、隙間どん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 突っ込んでいくっていうのはなかなか難しかったりしますんで、まずタイムスケジュールあぶり出してみて、でやらなくていいことっていうものを削って、でやりたいことを入れ込んでいきましょうというのが、本日のトータル的なワークになります。上にも書いたように目安は1週間でぜひやってみてくださいということです。ということでですね、最後に今回の動画が役に立ったなとか面白かったなっていう方は、ぜひチャンネル登録ボタンとそれからグッドボタンを押してください。ぜひよろしくお願いします。それがもう励みになるんで、明日も頑張ろうという気持ちになります。ということで次回の動画でもお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。